今から太ももを触っていきますね。はい、これ腰痛にめちゃめちゃ効果的な場所なんですね。そうですか、はい、それは助かります。ここいいとはいいけど、いいとはいいけど、はい、整体三つの部です。またね、今回はね、太もものところをやっていってます。で、ここね、太ももっていうのはね、椅子に座った時にずっと押さえつけられたりとか、運転を長距離されている方がやっぱりね、痛くなりやすい場所なので、ぐい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 と押さえていきます。で、今回のこの方もね、結構我慢強い方なので、全然ね、喋ってないので、こういう風なね、喋りでね、追加していこうと思っています。このね、新しい動画ね、編集されて、もうその前からお尻の横の新しい痛い押さえ方っていうのをね、今やってるんですけど、とってもね、痛めつけるのが楽しい、本当に楽しい新しいやり方を発見しちゃいました。さすが悶絶先生三つの部でございます。大変ですからね。お仕事もされてるんですもんね。いやいや、もうね、今は育休中なんですが。大変ですね、でもね、ご苦労様でございます。可愛いんだけどね、いいよね。そうです、だっても可愛いんですよ。可愛いですよね。ここからね、やっぱりね、抑えるとね、やっぱりね、痛み、人間関係の疲れがね、出てくるんですけどもね、ここでね、やっぱり抑えたりとかするとね、私、整体しながらいろんな話を聞くんですよ。それを聞いてるとね、私、×2 なんですけど、もう×3 になりそうなので、もう一回結婚したいとか思いません。怖い。だってもういろんな話聞いちゃいますから、もう言葉にしてね、残してね、動画にしちゃうとね、やばいですから、もうそんなこと言えませんけれども、もう喋れない話しか聞けない。そんな話ばっかり聞いてる悶絶整体なんです。そういう方でね、喋ってね、話をして体を楽にして帰られる方もね、一定数いるんですよね。ものすごくいる。だからね、すんごい濃い話を聞いてもね、全然大丈夫です。ね、喋られないぐらいね、濃い話いっぱい聞いてますよ。僕ね、執筆家になったらね、すごい文章とか小説とか書けそうなぐらいね、話聞いてます。面白い。人って面白い。ここにいることが一番面白い悶絶整体三つの部です。
絶生態っていうのはね、現役世代でバリバリに働いてる人たちしか来ないので、まあ、40代から60代ですよね。だからね、今世の中で起こっている物事の、ね、第一線で働いてる人たちばっかり来るんですよ。なのでね、来る人たちの話の内容が濃すぎて濃すぎて濃すぎて、ジェット燃料の話とか普通話聞ける？聞けないよね。CPU のになんか今のあの CPU の話とか、なんでそんな話僕聞けんのみたいな面白いよ。だからね、ここのね、門前生態でね、話を聞いてね、多分喋れない話、そういう話もあるんだろうけれども、みんな気軽に話していってくれるから、楽しくて楽しくて、あのホワイト、あの門前生態来たら分かるんだけど、ホワイトボードがぐにゃぐにゃになってます、毎回。それを見てみるのも門前生態の楽しみのうちの一つかもしれません。